ドライブしながら美味しいお店や観光情報をお届けする信州観光ドライブトーク。本日は上田市の丸子から東御市の田中まで一緒にドライブを楽しみましょう。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。春の晴れた日のドライブになりました。こちらからですね、軽井沢方面の浅間山だったり、東御市小諸市の高峰山、この辺りが見える素敵なドライブコースですのでご紹介したいと思います。本日のルートはこんな感じですね。上田市の南側に丸子というエリアがありまして、そちらから北、北東方面ですかね、向かっていくようなそんなコースになります。はい、もう少しするとですね、左手に、このエネオスさんの先ですね、この丸子の、地元の農産物を扱った直売所があります。朝露という名前なんですけれども、私たちも何度か行ったことありますよね。そうですね。こちらは、お花だったりとか、一回確かね、今見えてきましたね、ちょっと左側の大きい建物なんですけど、ですね、こちらでね、確かドライフラワーのリースを買った気がします。おとか、なんかなんて言うんだろう、その工芸品とまでは言わないんですけれども、はい、地元の方が手作りしたそういうドライフラワーとかリースとか、生花もありますし、あとおかず、お惣菜とか、はい、で野菜とか果物とか、いろいろ結構品揃えいいですよね、こちらの直売所は。いいと思います、農産物だけじゃなくて、薪とかも置いてあったのを覚えてますね。なんかそうですね。もともとこの辺り丸子町と呼ばれていたエリアでして、2006年の、平成の、大合併やつですね、こちらで上田市となったエリアになります。こちらから南側に行きますと、すぐに松本市だったりとか、あと東御市からも近いエリアですので、ここからですね、北東に行くと、東御市の田中という駅の方に向かっていきます。この田中という地名も発音がですね、田中ではなくて田中というふうに、こちらに住んで何年かして、教えていただいたような感じですね。そしてこちらから川を渡りまして、丸子の市街地の方に向かっていきます。ずいぶんこの辺り住宅が多いようなエリアになりますね。こちら撮影しているのが4月の上旬でしたですけれども、まだちょっとね、桜というよりは、梅がところどころ咲いているのが見受けられるかなという感じですけれどもね。こちらのファミリーマートの角を曲がりまして、ここからですね、ずっとまっすぐな道、国道152号線になります。地元民のですね、視点でいきますと、右側にコスコというスーパーがあって、ここはコストコの商品も一部扱ってたりするような、そんなお店だったり、もう少し行きますと、KOD2 だったりとか鶴屋丸子店っていうのが左側に見えますね。このマクドナルドがあったりもしますし、病院もある、丸子の中央そうです、丸子シティセンター、それ生活情報なんですけど、生活情報、観光情報としてはもうちょっと他にもいろいろあるじゃないですか。例えば千曲ビューラインとかがあったりとか、はい、あとシャトーメルシャンマスコワイナリーっていうのがありますよね。そうですねいや、どうしても地元民だとですね、釣り屋とか KOD2 とかの看板が目に入ってしまうんですよ。ここのホームセンターは大きいなとかですね、ここの釣り屋の面積は他の釣り屋に比べて大きいのか小さいのかとかですね、この辺りはですね、話戻すと観光目線でいくとワイナリーとか、はい、大規模なものから本当に小規模なものまで結構いろいろと、実はあるんですよね、でさっき言った千曲ビューラインっていうこの道も結構ね、景色が良くて、アップダウンも程よくあるっていうような道なんですよね。今オーギアラーメンが左側にありまして、はい、オーギアラーメン、ハリウッドスターも来るオーギアラーメンです、軽井沢でね、はい、であとはですね、信州国際音楽村っていうのもあるんですよね。この丸子地域ね。で こちら結構屋外でしたっけ、屋外のね、コンサートホールが
まあ、あるっていうところで、ただお庭がすごい素敵っていうことで、あの本当にラベンダーだったりとか、うん、まあ、水仙とかバラとか、なるほど、美しいっていうことですね。屋外コンサートステージ響きというね、うーん、があって、本当にこう結構小高いところにあるので、はい、あの麓、うん、がちょっと見えるような、そういうね、こうなんかなんて言うんでしょう、自然あふれる、うん、ある意味見晴らしもいいですね、はい、あのコンサートホール、音楽ホールかなと思いますね、うん、屋外の野外フェスなんかもね、まあ、ちょっとコロナ禍で一回下火になりましたけども、野外フェス、うん、野外フェスとかやった気がするけど、あ、そうですか、うん、まあ、コンサートという感じじゃないですかね。あ、そうですか、はい、この私たちが本日向かっているのはですね、開花亭というお店なんですけれども、うん、まあ、ピンポイントになぜ開花亭っていうところなんですが、まあ、あのこの上田の地域ですかですね、周辺地域は、はい、あの片焼きそばが、うん、まあ、地元グルメ、はい、ローカルフードとして挙げられるということでですね、うん、この開花亭というお店は、片焼きそば、あるいは揚げ焼きそばでしたっけ、うん、が選べるんでしたよね。そうですね、野菜が中心で優しい味、チャーシューも載ってましたけれども、ちょっとこの辺りでもしかしたら写真なんか挿入できているか分かりませんけれども、開花亭の揚げ焼きそば、パリパリの麺、あれもすごい大人気でしたね、うん、もうね、あのお持ち帰り、まずお持ち帰りの方もたくさん頻繁にいらっしゃいますし、はい、まあ、あとこう常に満席でこう待ってる方がいらっしゃるっていうような、すごい人気、地元の方にも大人気のお店なんですけども、女性の方が店主でされて、すごいあの清潔感もあって、はい、あのとても綺麗にされてるお店で、うん、で、ね、あのワンタン麺も、ね、出してるんですけど、私はワンタン麺いただいたんですけれども、美味しかったな、とてもね優しい味でしたね。駐車場がちょっと狭いのが欠点といえば欠点ですかね。そうですね、まあ、結構あのひっきりなしにお客さんいらっしゃるので、ちょっとその点だけ要注意かもしれないですけども、まあ、一度は行かれてもいいかもしれないですね、はい、あとはですね、あの私がちょっと個人的に気になっているお店がありましてですね、東御市、はい、今ねかなり注目してるんですけど、私個人的に、ミミロータスさんっていうお店、へ、何のお店ですか。これチャイのお店なんですよ。チャイというのはインドとかネパールとかで飲まれている紅茶、スパイスミルク、スパイスが入った、まあ、ミルクティーなんですけれども、あの実はこちら、私はもう2年前かな、コロナが始まる前に、あの友人と、はい、佐久市のね望月の、はい、ビーガンのお店があるんですよ。ナチュラルハウスでしたっけ。全然違うな。全然何も何も合ってない。何も合ってない。名前がちょっと出てこないんですけども、まあ、はい、あの目黒でもともとお店されてた方が やられてるお店があって。はい、ちょっと今調べてみましょう。で、そこでワークショップでたまたまこのミミロータスの店主さんが来てたんですよ。っていうかと、あの私の友人がその方のチャイを飲みたいって言って一緒に行ったんですよ。私ピュアプランツですね。ピュアプランツさんです、はい、今調べました。はい、で、それでたまたまいらっしゃって、で、あのなんか子供時代にあのネパールで、ほう、あの一時期過ごされてた人ということで、うん、あのまあ、本場のチャイを知っていると。で、その時はまだ、どこだったかな、確か鎌倉か湘南かどっちかだったと思うんですけども、うん、そこでお店がもうすごい人気みたいな、もうものすごい人気のもうお店をされてて、そのチャイを販売されてたんですよ。で、たまたまワークショップっていうことで、その作詞望月のピュアブランツにいらっしゃったの。なるほど。で、その時にもチャイを、私チャイは結構飲んでる方なんですけども、はい、インドのその料理研究家の人にあの習ってたとかね、そういうこともあったので、はい、でもね、そのチャイを飲んだ時にもう本当衝撃で、あの2杯とか3杯とか飲んじゃって、へ、なかなかほら私あんまりたくさんは食べないじゃないですか、食事。特にミルクティーなんかね、ミルク入ってると。そうなんですよ、あんまり牛乳、はい、あのラクトーゼでしたっけ、あのその酵素があんまりないので、うん、得意じゃないんですけれども、まあ、飲んだと、衝撃の味、衝撃の味、おお、これはなんて美味しいチャイなんだということでですね、その方がもともと東御市ご出身だということで、あのその
時にお話しして、あの、まあ、もうちょっとしたら戻ってこようかと思ってますみたいなことをおっしゃってて、あ、で戻ってこられたと。なるほど。いうのがこのお店なんです。話長かった。長いですね。あのドライブの話に戻りますと、ここから見るですね、浅間山ビルがもう最高ですね。もう電柱がないんですよ、ここ、この道なので、ドライブ好きの方ぜひこの道を覚えていただいてですね、同じように通っていただくと素晴らしい景色が楽しめるんじゃないかと思います。今東御市の方に向かってますね。ここから見るとこう東御市、まあ、小諸市もそうですけれども、こう市街地が谷にあって、その上にこうどんどんですね、お家が並んでるというような絶景の、なんだろう、山麓ビューですか、そんなところが楽しめるという感じになります。ちょっと畑が終わりまして住宅街になったので、この辺りまでですけれども、とても良い眺めが、当シリーズお届けできたのではないでしょうか。チャイの話がありましたけども、ゆうこさん、いろいろスパイスに関しても詳しいですよね。いや、そこまで詳しいというわけじゃないですけど、まあ、あの一時期本当にハマってね、はあ、あの興味があって、まあ、いろいろちょっと知識を、なるほど、少しは蓄えたかなという感じですけどもね。うん、いやでもまあおすすめなので、なんかもうすでにすごい人気みたいで、あの結構混んでるかもしれないですね。多分インスタグラムかなんかで情報発信されたような気がするので、ちょっとそちら、はい、まあ、あの行けそうな方はそちらちょっとチェックしてみてください。お店のお名前もう一度何でしたっけ。ミミロータスですね。ミミロータスさん、ミミロータスさん、はい、はい、そしてピアプランツさんもおすすめですか。チャイと焼き菓子のお店と、うん、全然私の話聞いてないですね。ピュアフランスさんは、はい、あの全然違いますよ。あの別にチャイとかじゃないですよ。あ、ビーガンのお店。あ、ビーガンのお店ですね。はい。まあでもこの辺りの東御市、あの、まあ、望月も結構ここから近いですけれども、うんうん、個性的なお店があるなと思ってて。いや、本当そうなんですよ。本当になんていうんだろう、若い方がそうやってね、あの本当にこういろんなところで修行っていうか、はい、まあ、いろんな経験をされてまた地元に戻ってくるみたいなことでね、あったりとか、あるいはそのさっきの話してた望月の話で言ったら、まあ、うん、ヒゲ眼鏡さんでしたっけ、今すごい人気の、あ、カレーのお店ですか、ね、カレーのね、 SB の方でしたっけ、もともと、はい、まあ、そういうあのもともと特にゆかりがない方が、まあ、外から入ってきて、うん、まあ、そういう新しい動きを、うん、動きというか、まあ、新しい街にね、あの勢いをつけるというか、うん、なんかそういう、なんですかね、まあ、東京だったりとか、まあ、大きいところで働いて、まあ、こちらで独立したりとか、あるいはすでに独立していてもこちらにまた再度お店を出すというような方が増えているような、うん、そういった、なんですかね、まあ、軽さがちょっと離れると、うん、そういった小さいながらも個性的なお店が、個性的、うん、そうですね、あの軽さよりもやっぱり個性が強いお店が多いような気がしますね、うん、まあ、そういう、あの、なんて言うんだろう、自由に、まあ、挑戦しやすい、挑戦しやすいんだと思いますね、まあ、地下とかね、考えてもね、うん、なるほど、はい、そして随分進んできまして、この県道81号線ですね、もう少し行きますと桜がね、咲くのかな、咲いたら綺麗だろうなっていう感じですよね。梅と拳はもう咲いてる感じですか。あ、そうですね、はい、ここから東御市に入りました。はい、ここもちょっと右側が崖になっておりますけれども、川だったりとか、浅間山の方がですね見渡せるいいドライブコースになってます。あと東御市で言えばアンドエスプレッソさん、アンドエスプレッソさんとかもね、アンドエスプレッソさん、あ、ごめんなさい、アンドエスプレッソさん、うん、はい、人気みたいですね。まだ一回も行ったことないのかな、うん、評判は聞くんですけどね、行ったことはなかったな、はい、あ、この川からの眺めもいいですね。あれ、眺めに感動しないですか。あ、ごめんなさい、どういうこと。あ、いや、あのほら、向こうのさ、浅間山の方がさ、正面にバッと見えるとね、私はね、あ、このドライブトーク録画しといてよかったなって思うわけですよ。なるほど、うん、ドライブトークどういうところが見どころなんですかね。ちょっと、まあ、作ってる側からするとあんまりよく分かってないというか。いや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 、まあ、これはもともとね、私の発案の企画ですけれども、そうですね、タイトさんの企画なので、はい、こう、なんだろうな、まあ、これもちろんね、あの地元の方よりはもしかしたらこの観光で来られる方とか、あのこの土地に馴染みがない方が見た時に、あ、こんな日常の風景なんだっていうのを見てほしいなと思いまして、例えばほら、我々が旅行に行く時でも、
私が感動したのが富山市ですね。富山市、富山市はこう道の合間からいきなりボーンと連峰が出てくるわけですよ。あ、山々がね、はい、そういうのが地元にいる方々にとっては当たり前の風景なんだけれども、旅行でその道を通ると、あ、なんて素敵な道なんだ、うん、そうですね、そういう発見があると思うんですよね、うん、だから我々もこういう道を、まあ、例えばね、今、田中の駅の南口に来ましたけど、まあ、日常的に通ってる道じゃないですか、うん、でもここを初めて通る方とか、あるいはこう海外からこのドライブトークを、ね、見てる方とかしてみたらね、この住宅街一つ一つがもうなんか発見があるわけですよ。うん、まあ、大地とか書いてありますけど、大地って何のお店だろうとかね。大地ってお店だということすら多分わからないですよね。例えばね、なんか名前かなとかね、はい、思いますけど。だからそういう細かいところも含めて、大地はディープだな。あ、大地ディープ。はい、大地はディープ、ね。農業のそうです、はい、そうですお店ですけれども、はい、はい、まあ、ほぼ事業者向けのお店です。そうですね。一般消費者は、いや、そんなに、はい、そんなに大規模な、はい、農業器具とかトラクターとかいらないと思うんですけれども、はい、うん、そうそうそう、あ、こういう、なんだろう、例えばですよ、この右側にあるベリシアってスーパーもね、はい、あ、こんなご当地スーパーがあるんだっていうのは、うん、それはそれで発見だと思いますし、例えばこの私だったらね、この車を見ていて、あ、この地域意外と軽自動車が多いなとか、軽井沢の町の中走ってると外車が多いなとか、はい、まあ、そういうところも一つ気づきだったりしますし、あ、なるほどね、確かに、まあ、人によっていろいろな見方があると思うんですけれども、はい、まあ、山々を眺めを楽しむというのでもいいですし、うん、まあ、そういう車どんなの走ってるかなっていうのを楽しむのもいいですし、季節感もね、そうですね、わかるかな、うん、あと意外とこの道混んでるなとか、あ、車少ないなとか、これね、お昼ぐらいなんですよ、だからちょっと混んでたかな、うん、ちょっとここ混んでるんで早回しにしましたけど、うん、はい、あ、ちょっと混んでるんですよね、やっぱりね、はい、お昼時ね、ここがちょうど、あ、すごい、前の車が777なんだ、はい、ここ北国街道に差し掛かるところなんで、はい、ちょっと、曲がる車とかもあって混んでますけれども、はいはい、でこちらの、交差点を過ぎると東御市、これ上に上がっていく感じですね。今まではずっとフラット、もしくはこう川を目指して下ってきたんですけれども、東御市は坂の町なので、まあ、これもそうですけれども、こう上がっていくような、うん、ちなみにこれまっすぐ行くと浅間山ラインという感じになります、はい、こちらですね、右手に、はい、はい、たくさんもうね駐車されてますよ、いらっしゃってますよ、はい、はい、こちらでした、開花亭、これで終わりでいいんですか今日は、はい、ご視聴いただきありがとうございました。